あっぱれ。やってます。ゆうか浜口です。有野です。中田の杉です。シングル解禁します。山本彩香です。よいしょ。すごい。はい、ここで初解禁。はい、この場をお借りして。すげえ。どうしちゃったんですか。だって一番ここはあんまり触れたくない場所じゃないですか。一番最後でいいですよ。そんなことはないですけど。いいんですか、うん、はい、いやもう記念になっちゃいますよここの、うん、今回ばかりは。やっぱり嫌なんじゃないか。ちょっとどういう意味や。しゃあないか。はい、ありがとうございます。ここでごめんな。残念や。残念や。残念なお知らせ。 M ステとかじゃなくていいの。ほんまやで。いやもう、はい、それはもう後々後々に、うん、はい、面白話にするもできればいいなと。某ラジオにしてもらおうか。そうですね、名前なしでエピソードを話すときは。そうそうそう、某ラジオにしてもらおう。ここのでいいじゃないですか。まあ一応それでな、はい、いやいやいや、もったいないもったいない。もう某ネットの皆さん、某ラジオでいいですから。某ラジオでやだな、発表しましたんで。某ラジオって書かれるのやだな。某メンバーたちと某メンバーそれで。そうなんです ね、はい、すごい、ね、タイトルは何ですか。あ、前に言わなかった。言いましたよ。言いましたよ。改めてほら、毎回聞いてる人じゃないじゃない、ばっかりじゃないじゃないですか。だから今日初めて聞く人にも分かる。鈴木さんが覚えてないとかいうわけではない。いや俺覚えてますよ。あ、本当ですか。はい、どじゃあタクさんから言ってくれても一緒。いや俺から聞きたくないですよ。サネの口からちゃんと聞いた方がいいですよ。うめでしょ。いや違いますよ。その同じような境遇なやつですよね。うん、そうですね、うん、はい、はい、タイトルは一輪草というタイトルです。うん、そうです、一輪草、はい、そうですよね。うんうん、白い花のやつですよね。はい、春の花のやつ。白い花のやつ。春の花なんですけど。はい、うん、はい、これやっぱ恥ずかしいもんなの？一発目で聞いてもらう場所っていうのは。いやそうでしょ、まあ、恥ずかしいというよりかは新ネタおろすみたいな感じ。いや俺も絶対そうだと思いますよ。ウケるかなみたいな。緊張感はあんのかな。緊張感はあります。恥ずかしさで言うとデモをこう周りの大人たちにまず披露するところが一番恥ずかしいですかね。うん、あ、デモの時が、はい、今この状態じゃないですか。そんなことないですか。この状態はもう滑って出来上がって、はい、もう勝負の気持ちで。ああ、まあ、何言われても変えようがないし、はい、準備ができてるみたいなので、うん、なるほど。どうせ我々は素人ですしね。いやいやいや、恥ずかしいというよりかはまあ緊張ですね、うん、出来上がった作品をどう思われるかっていう。ライブでも出してないの。まだやってないです。すげー。ここがなんかいやいや、このラジオにやる気出てきたんじゃないですか。ここしかないだろう。ここしかないって。仕方ないの言い方なんだよ。そうやよ、はい、スケジュールさえ出せばどこでもできると思うよ。でもまずはね、なんかこう変に映像とか入ってこなくて、まずはこう音だけを純粋に聞くっていうのが、うん、ね、聞いてもらおうと。PV とかもまだ出てないってこと。はい、なのでライブでもやってないので、うん、すごくしっかり入ってくるかなと。もう曲だけをどうする、はい、フルコーラスなの、ワンコーラスなの。いや、フルコーラスじゃないと。アニノさんのツイッターにフルですか、あのワンコーラスですかって書き込んでみたら、はい、2通フルコーラスでお願いしますって来たから。フルの方がいいんじゃないかな。リップがですか。もちろんそれはもう、もうその少ない感じで言ってくださいよ。さやね、とんでもない人気ですから。そうか、はい、作ったのはどれぐらいかかりで作ったの。制作日数って言い方。そういうのってどうなんですか。制作日数はこれ何、この今日リリースするから、うん、ここまでに上げろとか言われるの。もうゴールが決まっててそれを上げるんですか。それとも自分が作りてえからこれぐらいでとかっていうことですか。まあ場合にもよると思うんですけど、はい、これに関しては、まあ、リリース日は後からで、はい、これまあ、でもこれぐらいに、まあ、4月とかざっくり春に出したいので。ざっくりなんや。へー、はい、さやねが出したいのでっていうんですか。いや、あのレコード会社の方々と。あ、なるほど、はい、協議して、はい、で、まあ、そうするためにはもう1ヶ月前には完全に終わってないといけないので、はい、さらにその前にってなるとあ、もう書かないといけないってなってたので、もう2月と、2月じゃない、今2月か、今3月ですよ。3月です。3月か、うん、はい、2月に作り始めたってこと。あ、違います違います。年、もう年、あの去年です。去年、去年から作り始めて。デモは去年から、まずあのシングルって言っても1曲作ってそれをシングルってできるわけじゃないので、はい、まずじゃあ来週までに10曲作ってきてもらっていいですかって。オーディションあんの。アラネタを何本か出すみたいなことや。そうですそうです。いやー大変。ミュージシャンって、何曲ぐらい作るので。私10曲いかなくて7曲持っていって、うん、いや十分だよ。
フルじゃないのをなんとなくぼやっとしてるの7個はじめその、まあ、サビだけとか、うん、そういう部分的なものを持っていって、うん、じゃあこれをどういう風に広げていこうっていうのをこう話したりとかして、じゃあ次までに、じゃあ来週までにフルコーラスとかワンコーラスとか、そういう感じで固めようってこと。はい、なんかじゃあもう7本書いて1本通ったってこと、ってこと、はい、シングルとしては1本で、その7分の3が、あとカップリングが2曲あるので、はい、がシングルに収録されるっていう、2輪奏と3輪奏ってこと。輪奏で分かるじゃないですか、3輪奏なんて、なんて単純な。そんな花ねえですよ。ないんで三連勝みたいな。あ、そうですか。ロード的なさ。ないですよ。そんな感じじゃないでしょ。だってロードみたいな。全く違ったものが。全然別の。はい、じゃあ余ってる曲くださいよ。なんでですか。使います。もろてどうする。なんかどこで使うの。これもらったんだぜ。鼻歌歌うの。オブジェじゃないんですか。アルバムに使うやろまた。そうですね。温めておいてもいいです。うん、あ、そうか。ある日またってこと。はい。デモは自分でテープに入れるの。テープじゃないのか。なんだ。もう携帯のボイスメモに入れて。聞いてもらうんですかみんな。はい。携帯出して。それはやだな。それが恥ずかしいです。それ恥ずかしいね。恥ずかしい。鼻歌でやるんですか、それともなんかギターとかでやってるんですか。あ、ギター一本でラララとかで私はやってる。あ、メロディー。それ恥ずかしい。聞いてみたい。さやかご飯やでとか入ってない。入ってないですよ。一人でやってるんです。実家でやってんのか。実家でやってない。今撮ってんでみたいなやつ。やっとしたら撮り直します。音入っちゃうって。それ聞いてみたいな。ね、聞いてみたいですよね。でもね、最初のでもね、はい、そうですね、貴重かもしれないです。プロデューサー目線で聞くよ。いやもう音楽何も知らないでしょ。いや、やってますからね。あ、そうか。いや一曲作ったら一曲やそのまますぐやる、すぐやるよ。オーディションなんかないですね。オーディションなんかないよ。いやでもその一曲が素晴らしいものだったらもうね。その一曲が素晴らしいものだったら別に他に作る必要はないので、すぐすぐすぐレコード会社の人と揉んでね。やってるレコード会社がないから俺らだけやから。さあ誰が作って誰が決めるんですか。一人が作って一人、元々芸人作ってる方がの女の子が全部一人で作ってくれてるから、ちょっと作れるっていうだけの声で。あ、でもすごいですよね、それが形になるの、うん、でもどうですか、うん、みんなで揉むと、うん、なんか尖ったものできなくないですか。なんか丸い、なんか大丈夫ですか。なんか俺は一人の人みんなの意見を聞いてってこと。そうそうそう。あ、まあ、そこまでは強要はされないので。あ、そうなんですね、はい、あくまで自分が書きたいです。そうなんです、ね、移籍してよかったな。そうですもいいんかい。こういう曲やれ、こうああいう曲やれとかって言われる、そうないんや。ないですね、そこにはやすしさんもおんの。ないですよ、もう全く。はい、もう全然関係ないね。はい、独り立ちしましたので。すごい。そうなんや、もうアーティストや、もうそこは。ね、アーティスト。うん、すげえ。すごいな。それはもうじゃあこれが出来上がりで、これをもう CD 化していきますよってなった日はもう、ああ終わったってこと。あ、今日やっと全部が終わりまして、うん、先ほどカップリングのトラックダウンっていう最、まあ、最後というかの一個手前ぐらいの調整、はい。うん、に言ってます。知らないでしょ。トラックダウンでしょ。いやいや、だからもう知ってる感じで言ってますけど知らないでしょ。録音ってことでしょ。もうしたものをちょっと微調整して、うん、はい、まあ、もう一個最終段階があるんですけど、はい、そこまで行ってとりあえず全工程は自分がすることは終わりました、はい、あ、ジャケット撮影は終わってますもう。すごい。嘘、誘われてないよ。なんでです。おかしいでしょ、全然関係ない有子さんが出てきてた。月曜日のメンバー誰も誘われた。いや、誘われてないですよ。誘うわけないじゃないですか。誘うとかいう問題じゃない。違うの。友達感覚で映らないでしょ、そういうのは。どうしますか、聞きますか、行きますか、ね、どうしますか。では行きますか、ね、緊張しますね、なんかね、そう言われると俺が緊張してきちゃった。ちゃんと CD 流れるかな。いや違いますよ、曲がもうみんながどんな感じで言うのか、うん、誰が紹介する。じゃあ私が。そうでしょ。そりゃそうか。いいですか、俺が紹介してもおかしいんですから。はい、それでは、私のファーストシングル、うん、聞いてください。もうちょっとまとまってからにする。いや、なんか、うん、こう優遇とか言った方がいいのかな。どんな気持ちで聞いてほしいですか。どんな気持ち。はい、どの辺の人、恋愛中の人とか、そう受験生とかさ、間口は広げてるでしょうけど、はい、もう特にこの間口って何やね。特に響いてほしい人にどういう人ですか。
うん、まあでもなんかこれから何かを始める、うん、やりたい人だとか、うんまあ、今が挫折だと思ってしまってる人だとか、うんまあ、そういうなんか新しい何かを始めようとしてる、うん、新しい扉を開けようとしてる、うんまあ、人の背中をちょっと押せれば、そうですね、まあ、今の私自身、はい、なんていうんですかね、こうグループ卒業して一人でやっていくってなった時に、はい、なんかこう自分が重なって、うんうん、自分自身がこういや曲にしましょう言い訳になっちゃうか、ね、聞いて感じてくれればいいと、曲に入ってるのか、 その思いがな、そうなんですね、うん、じゃあ聞きましょう、はい、はい、それでは聞いてください、山本さやかで一輪草。